皆様こんにちは、ピアニストの澤田智樹です。この度名古屋国際音楽祭オープニングガールコンサートに出演いたします。今回演奏する曲は、グリーグのピアノ協奏曲と、そして東京芸術大学時代の同期だったピアニストの向川圭吾さんと一緒に演奏するモーツァルトの2大ピアノのための協奏曲です。本当に協奏曲がですね、1日の演奏会で3曲も聴けてしまうという大変贅沢な演奏会ですし、何よりもグリーグのコンチェルト、私が演奏する、そして彼が演奏するシューマンの協奏曲というのは、CD でもよくこうカップリングになっているように、それがこう実際にこう生の演奏会続けて聴けるというのは本当にまたとない機会だと思いますし、私自身もですね大変楽しみにしています。グリーグのコンチェルト実は初めてです、多分オーケストラで演奏するので、ずっと昔から弾いてはいて、いつか弾きたいなと思って、何度かそれこそ僕も提案したこともあるんですけど、なぜかこう違う曲にすり替わってしまうことがあって、なんだかんだこうしてるうちにこう今回に至るってことなんですけれども、やっぱり私が思うには知名度の割にはあんまり取り上げられていないような気がして非常に残念なんですけれども、ピアノならではの華やかさだったりとか、またすごく美しい旋律がに満ちている作品ですので、だから新しい感じはしないんですけど、実は新しいみたいなところもあって、余計に楽しみです。モーツァルトの2大ピアノのための協奏曲と申し上げますと、やっぱりその第1ピアノと第2ピアノが非常にこう、なんて言うんでしょう、対等に役割分担されていて、どっちかがどっちかに偏ってるってことがないので、すごくこうそれぞれのピアニストのこう個性をなんか一度の演奏でなんか楽しむことができるっていう、非常にこうガラコンサートとかにふさわしい作品だなと思っているんですね。非常に華やかでもありますし、そういった意味で今回ぜひとも演奏できればなと思いました。ピアノはもちろんその普通に自宅にアップライトのピアノがあって、でそれをこうポロンポロンと鳴らしてるうちに、そのうちに普通にピアノ教室に通うようになって、そのまま自分が好きだからこう続けていきたい、こういろいろ習っていた習い事がだんだんやめていっちゃう中で、ピアノだけはやっぱりやめるって聞かれても、いやいや続けたいなって、僕が個人的に自分の意思で両親に伝えて、それでここまでやってきたってことなんで、すごく好きっていうことがまず一つあるかなと思います。で、音楽って何かっていうことってすごく難しいんですよね。なんか僕はよくこう芸術っていうふうに言って、もちろん芸術作品ですし、なんですけど、なんかこうあんまりこう崇高に捉えすぎるのを僕は嫌だなって思いなんですけど、なんかこうもう少しこうある意味でフラットに接していたいなって僕は思って、だから割とその音楽を聴くときも、もちろん演奏会っていうのは特別な空間ではありますけども、でもそのもうちょっとこう音楽と自分との距離感っていうのが、なんかこうこっちにあるものと自分こうっていうよりかは、もう少し常にこう親近感を持って接することができたらいいのかなって思います。なんか日常の中にあってほしいと思うというか、自分にとってはその生活の日常の中にあるものっていう感じですかね。やっぱりそのクラシック音楽っていうものというのは、その本当にバッハとかでしたら300年前とか、そういう時代のとこからがあるもので、別にそれがもう少し後の時代の人だったらそれが近い、年代になるだけですけれども、そういうなんていうんですか、こうやっぱ歴史を経て生まれてきたものであると僕は思うので、そういった意味でやっぱり伝統的なものとはすごく大切にしたいなと思うんですね。やっぱりそれは自分がじゃあ先生から習ったこととかっていうのは、もちろんそっくりそのままやることではないかもしれないんですけども、その彼らが何を言わんとしてたのかっていう、そのエッセンスを自分なりにこう噛み砕いて、それをこうそこを追い求めて、でそれから自分がじゃあそれに対して、いやこれはこうなんじゃないかって新しい考え方を持つっていう風にしていきたいと思うんですね。だからそういった意味でその音楽が日常にあってほしいっていうのは、つまりその常にこう歴史っていうのは動いてるわけじゃないですか。今僕が喋った時と、数分前に喋った時と、僕の中でもこう
違う自分になっているわけですよね。だからそういう感じでこう教科書的に捉えたくはないんだけども、生きている歴史として音楽を捉えたい。だからそういう意味で過去の演奏家の演奏を聞いてみたり、今の演奏家の人を聞いてみたり、他の作品をその作曲家が書いた時の他の曲、その時に書いた同じような時期に書いた他の作品を聞いてみたり弾いてみたりしたりとか勉強してみたりすることによって、やっぱそのなんとなくそのより生きている歴史に近づけることができるんじゃないかなと思うんですけども、私はそういうところをとても大切にしたいなと思って、音楽に向き合っています。私自身もそのやはり名古屋市に生まれているっていうことがありますので、過ごしてた時間がすごい長かったかって言われるとそうではないんですけども、やっぱりこう名古屋駅に降り立ってそこのところに来ると、やっぱり自分の中でもすごく懐かしい思いがあるんですね。母が名古屋市の出身で、自分が生まれた時が母がこっちの方に親戚がいて実家があるのでそっちで生まれて、なのでその実家に帰る時とかそういう帰省の時期とかには名古屋に来ることすごく多かったんですよね。でやっぱそういう都市で自分が演奏するってなると、やっぱりこう自然にこうリラックスしつつもこう気持ちが乗るというか、そういうことがあるのかなと思いますし、母がやっぱ名古屋人なので、作って出してくれるお味噌汁の料理あれがその今日の赤味噌のお味噌汁なので、それがすごくなんていうか自分にとってはこうお味噌汁って言ったら赤でしょってとこがあるんで、そういうとこはなんか知らず知らずのうちにこうやっぱ自分の中のルーツになってるのかもしれないなと思いますけど、やっぱりその自分と名古屋っていうこう関係性っていうのは大事にしていきたいなと伺うたびに思っております。本当に5月20日今からとっても楽しみにしているので、芸術劇場にて皆様とお目にかかれますことを楽しみにしております。